本装はお休み中ですが、たまに裏では触ってます。強攻撃の後の致命攻撃を入れ損ねました。倒せたので問題ありません。本物クローノです。アノロンの梁のはしごを登った後、武器チェンジの走り出しを試しておきたりしました。対戦よろしくお願いします。ああ、2発目は殴れませんね。もらいました。ひるみを取った後のとどめは迷った方がやられます。突進を警戒しながら、いい方向に下がりましたね。壁のおかげで距離が離れすぎず、スタミナを回復しながら近寄れます。ゆえにひるみはめです。今回は山賊だけでは足りなかったので、処理機ガードで赤涙に入れるパターン。はい、ありがとう。主が破壊しと押し合って攻撃が当たる位置にずれるのが怖いけど、おいしい。おつ出待ち赤なしジャンプ攻撃 OK。 ローリング3回してないから剣の攻撃判定ダブルヒットしそうで怖いね。はい、 OK。 移り100カットの龍門章の盾を採用しているからこれしかない。この距離なら歩きでも当たりません。ジャンプ攻撃ちゃんと出る。出待ちはローリング攻撃をヒット確認してから2発目。2発目を振っても五王の初動に対処できるかも考えながら、2回振ってくる攻撃は向かって左に回避した流れでローリング攻撃でとどめに入れます。クソゲー。ジャンプ入力遅かったです。高速で落ちて即死判定に触れたりしなかったのでセーフ。若干怪しいけどもうこれでいいや。はい、勝ち。あれちょっと高すぎた。セーフ。ホタテの混入なし。右側の壁を殴ってトゥームキャット。自分しか呼ばない落下キャンセル軽減テクメ。剣舞はしてこない。総門を取るより距離的に早い以上に、ここのために採用した龍門章。移り100カットに加えて受け能力も高いので小骨を耐えやすいです。まとめて崩せると後なら。これローリングが早すぎて落ちるミスが本当に多い。波動じゃないなら一発殴って片手持ち、爆下にならないようにガードを上げて弱攻撃で小骨処理。ガードを一瞬上げる防腐防止のおまじないしてないので危ない。ジャンプ攻撃伸び上がった2との暗い判定も割と怪しいので落ち着いてほしい。避けて弱でよかったよ。クラウグは手でなぎ払いブレスしてくれたら的確なんですけども、危ない。火力があるからあまり関係ないですね。さーて、弓なしマグカです。実はクラウグの後で1本余計にエストビンを飲んでしまったので回復が不安。前弓なしを練習してたらまたマグカが上手くなったので大丈夫でしょう。これは必要経費の回復。当然のダメ。ここ上手くなったポイント、ノーダメ OK。 ここで1回クロロ。マグマ1ヒット分のダメージならいけなくもないですけど、クロロしちゃっていいです。落ち着いてちゃんと岩に乗れるよう下がってからローリング。飛びかかりじゃない連続攻撃の方が怖いですけどね。ここさえ越えればウイニングラン。所定の位置でキーマウに持ち替えて、頭の位置でイムして台所の腕が過ぎ去ったらアイテム使用、前移動の順でキーオス。投げたら次は右で、ムービースキップはマウスの多機能ボタンに設定しているエスケープキー。頭1個分高かったっすわ。このルート予備の黒壺とかないんで、シフ行く時にアンドレイで増殖するとか、シースの結晶を殴って壊すとかできますけど、遅いので。ありがとうございました。